した。やはり、かすかに顔を寄せなきゃわからない。流因のよどみ、その兆しが出ているのやもしれません。よどみと我が師、道元より聞いたことがあります。流因の力は死を重ねることで淀んでいく。淀みはたまれば必ず溢れるでしょう。溢れるのか。病は振り分かれる。気流ならばよいのです。もし返事あれば。お主、狼殿。くすしをしていると。清め。はい、おかげですが、まだ子供の時期。子供の頃。はい、兄弟子たちと基礎この時世です。焼きずそう。どうして。いい、それから一度どう困る。なかなかにどこが痛いのか、それが分からぬので平行して。そう、まるで人は。黒さの節がち。ではまた。狼。ご無事で何より。袋は切りました。すまぬ九郎様。すまぬ。なすべきことをなしたのです。狼、ありがとう。父がこれを持っていました。これは床桜の枝か。そうか、フクロウが持っていたのか。はい、これでまた一つ源の光に近づきました。ああ、そうだな、狼よ。巫女様。おお、それが妙な形をし。やはり祀られており。そうか、タケル様の。はい、そのかぐわしく腰、そう書かれておりました。腰入れ。それはどのようなところじゃ。岩戸の奥の洞窟です。そのようなところから、まあ考えても。かぐわしく。ん？九郎様、あの場は。そうか、かぐわしくとは源の光輝をまとうこと。それを指しておるのやもしれぬな。狼よ、これできっと源の光輝をたきつさ。香炉に集めたものをくべてくれ。よい。狼よ、これでさ。よい。巫女様。狼、不思議りよ。案ずるな、深くは切らぬ。不思議りを抜いてくれぬか。はい。すまぬが、目を閉じてくれ。は。もう良いぞ、狼。大事ありませぬか。大丈夫。胸のあたりを少し切っただけだ。これが源の光輝か。何やら無性に懐かしい。はい。どうじゃ、何か変わったことはあるか。匂いと、それから源の宮、その言葉が頭から離れませぬ。
源宮、タケル様が書き残されていた通り、そこから戦況に通じているのだろうな。その源宮への行き方だが、かぐわしく腰入れ立てまつる。香りの石が置かれた祭壇にそう書かれていました。うん、そなたは源の好機をまとっている。岩戸の奥の腰に入れば源宮への道が開けるだろう。伏立ちはマジか。頼むぞ狼よ。御意。狼よ、戦況に向かい、はい、まずはそなたが香りの石を手にしたという岩戸の奥に行くのだ。そなたは源の好機をまとっている。岩戸の奥の腰に入れば源宮への道が開けるだろう。御意。狼よ、はい、まず岩狼殿。ではま
金